日本、ASEAN 包括的経済連携協定とは2008年に日本と東南アジア諸国連合の構成国との間で締結された経済連携協定である。日本法においては国会承認を経た条約であり、日本政府による日本語の正式な題名、法令番号は包括的な経済上の連携に関する日本国及び 東南アジア諸国連合構成国の間の協定である。日本では2008年12月1日から発行した。日本の経済産業省では、本協定が日本にもたらす効果として、GDP の約1.1兆から2兆円程度の増加、約15万、約26万人程度の雇用機会の創出を予測している。日本は2002年の日本、 シンガポール新時代経済連携協定以降、様々な国と順次、経済連携協定を締結してきたが、それらはすべて二国間協定であり、本協定は初の地域連合との経済連携協定である。アジアは欧州と違って、キリスト教などの宗教を土台にした文化などを共有しておらず、政治体制も様々なものが並存している。このため、 アセアン加盟国間でも、相互に内政不干渉の原則を徹底する様相が強く、EU のように政治、経済、軍事、外交を包括した強力な連合体を作ることが難しいとされる。本協定は、そのアジア地域を統合する手始めとして、経済を中心とした緩やかな統合の基礎となる協定である。この経済連携協定は、 アセアン諸国との経済的関係を強化するために締結された。協定の内容は以下の通り、協力に向けて合意がなされたものと、引き続き協議を継続する旨を合意した条項がある。2002年1月14日の小泉首相のアセアン諸国訪問における政策演説において、日、アセアン包括的経済連携構想を提案。 2002年11月5日のカンボジアのプノンペンにおける日、アセアン首脳会議において、日、アセアン包括的経済連携構想に関する首脳たちの共同宣言が署名され、日本とアセアン全体との間の包括的経済連携実現のための枠組みを検討する一方で、すべてのアセアン加盟国と日本が二国間の経済連携を確立するための作業を始めることが、 できるとされた。2005年4月13日から15日までの日程で、東京において、日本、ア,セアイ経済連携協定交渉の第1回会合が開催され、日本とア,セアンとの EPA 交渉が開始された。2005年8月27日、タイのバンコクにおいて、日本、ア,セアイ経済連携協定交渉の第2回会合が開催された。 2006年4月10日及び11日の日程で東京において日本汗愛経済連携協定交渉の第3回会合が開催された。2006年6月27日から29日までの日程でインドネシアのジャカルタにおいて日本汗愛経済連携協定交渉の第4回会合が開催された。 2006年7月31日及び8月1日の日程でインドネシアのジャカルタにおいて日本ア,セアイ経済連携協定交渉の第5回会合が開催された。2007年2月26日及び27日の日程でフィリピンボラ会等において日本ア,セアイ経済連携協定交渉の第6回会合が開催された。 2007年4月16日及び17日の日程で東京において日本ア,セアイ経済連携協定交渉の第7回会合が開催された。2007年6月14日から16日までの日程でフィリピンのマニラにおいて日本ア,セアイ経済連携協定交渉の第8回会合が開催された。 2007年8月25日に開催された、日アセアン経済大臣会合にて大筋合意を確認。2007年8月7日から9日までの日程で、フィリピンのマニラにおいて、日本、アセアイ経済連携協定交渉の第9回会合が開催された。2007年10月8日から10日までの日程で、フィリピンのマニラにおいて、日本、 a s e イ経済連携協定交渉の第10回会合が開催された。2007年11月4日から6日までの日程で、フィリピンのマニラにおいて、日本、a s e イ経済連携協定交渉の第11回会合が開催され、協定の内容が実質的に確定したことを双方で確認した。2008年3月26日、同年3月28日、 同年3月31日、同年4月1日、同年4月2日、同年4月3日、同年4月4日、同年4月7日、同年4月10日、同年4月11日、同年4月14日と順次、締結国間で正式に署名が行われた。日本における国内手続きとして、2008年4月25日に協定の締結承認案件が、 閣議決定され、同日衆議院へ提出された。国内法の改正については、外務省は条約の説明書において必要としないとしている。衆議院において協定の締結案件は外務委員会に付託され、2008年5月21日に委員会で5月22日に衆議院本会議で可決され、参議院に送られた。賛成会派は、 自由民主党、民主党、公明党国民新党、反対会派は、日本共産党社会民主党、市民連合であった。参議院において、協定の締結案件は、委員会付託をされることなく衆議院の議決から30日が、経過し2008年6月21日憲法第61条の規定により、衆議院の議決が、国会の議決となった。2008年10月、 日本政府は国内手続きの終了したシンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマーとの間で効力発生の通告を実施。これにより12月1日に発行することになった。それ以外のアセアン加盟国との間についても順次発行し、2010年7月1日に最後のフィリピンについて発行し、すべての署名国について発行となった。ただし、 インドネシアについては国内の実施のための手続きが遅れインドネシアの財務大臣規定が2018年2月15日に交付され2018年3月1日より施行されたことにより2018年3月1日より協定の運用が開始され2018年3月1日より日本とインドネシアとの間では i c ッ p 協定に基づく 特恵関税率が適用されることになった。実施が遅れたため、効力発生の告示も実施後になり、2018年3月6日付の告示で平成22年3月1日に我が国とインドネシア共和国との間において効力を生じた。と、効力発生後から8年後の告示となった。協定において継続して協議することされた投資及び、 サービス分野については、2010年10月に交渉が開始され、2015年11月の日、アセアン首脳会議にて、サービス交渉の終了を確認、2016年9月の日、アセアン首脳会議にて、投資交渉の終了を確認し、実質合意がされた。その後、投資省、サービス省を組み込む改正議定書につき、調整が行われ、 2019年2月27日に東京で日本が2019年3月2日でベトナムを除くアセアン構成国9カ国が2019年4月24日でベトナムが包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書に署名した日本及び少なくとも アセアン構成国1カ国が必要な国内手続きが完了した旨を通告後、2番目の月の初日に通告を行った国の間で発行し、その後に手続きを完了した国については、当該完了の通告後、2番目の月の初日に発行する。包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を、 改正する第一議定書について外務省は早期締結の意義を記載した資料を HP に掲載しているが日本における国会承認については署名が完了した2019年4月24日時点でまだ会期が2ヶ月近くあった第198回通常国会にもまたその後の第199回臨時国会第200回臨時国会には 承認案件は提出されなかった。理由については公式の説明はされていない。承認案件は結局、下記のように署名完了50ヶ月後に第201通常を国会まで持ち越しとなった。日本における国内手続きとして2020年2月28日に協定改正議定書の締結承認案件が閣議決定され、同日衆議院へ提出された。 国内法の改正については、外務省は、条約の説明書において、必要としないとしている。衆議院において、協定改正議定書の締結承認案件は、外務委員会に付託され、2020年4月10日に、委員会で、4月14日に、衆議院本会議で可決され、参議院に送られた。賛成会派は、自由民主党、無所属の会立憲民主、国民、 社保、無所属フォーラム、公明党日本維新の会、無所属の会希望の党、反対会派は日本共産党であった。参議院において、協定の締結案件は外務防衛委員会に付託され、2020年5月12日に委員会で5月13日に参議院本会議で可決され、国会の承認がされた。国会での承認を受けて、 2020年6月12日に協定改正議定書の効力発生のための通告が閣議決定され、6月15日にアセアン構成国政府に通告がされた。アセアイ構成国側ではタイが2009年7月5日、シンガポールが同年8月30日、ラオスが2020年4月2日、ミャンマーが同年4月10日にそれぞれの国における。 国内手続きの完了を通告済みであるため、改正議定書第8条の規定により、2020年8月1日から日本とこれら4カ国の間で改正議定書が発行した。また、ベトナムが6月30日に国内手続きの完了を通告したため、ベトナムについても2020年8月1日から改正議定書が発行した。 ブルネイは2020年8月21日に国内手続きの完了を通告したためブルネイについては2020年10月1日から改正議定書が発行したカンボジアは2020年12月14日に国内手続きの完了を通告したためカンボジアについては2021年2月1日から改正議定書が発行したフィリピンは 2021年3月12日に国内手続きの完了を通告したためフィリピンについては2021年5月1日から改正議定書が発行した。マレーシアは2021年4月13日に国内手続きの完了を通告したためマレーシアについては2021年6月1日から改正議定書が発行した。 改正議定書の効力を発生させるための通告を今後行うアセアン構成国については当該国が国内手続きの完了の通告を行った日の続くする月の後2番目の月の初日に効力を生ずる。ありがとうございます。